秋屋様が金に明かして探した嫁やそうや。あなたをスケッチしています。もう終わります。そのまま私を見て目を伏せてはいけませんよ。ことしてくれたな。返事でもねえ、めでたい婚礼だぜ。その門出に二袖揃った片袖がちぎれるというのは不吉だ。早く縫い付けないと。君、その片袖返したまえ。ダメです。なんで？このカバンはもう開かないのです。んロック、つまり閉めると同時に鍵がかかってなら鍵で開ければいいじゃないか。なんということ。大変だ、恐ろしいことになるぞ。この人皮人め、そのカバンこっちよこせ。いいんです、いいんです。そんなものでもよかったらどうぞ。私は何とも思いませんから。君、名前は？夢二、竹久夢二。